県内ではきょう新たに44人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました新たに感染が確認されたのは仙台市で21人上美町で6人石巻市と多賀城市でそれぞれ3人東松島市と栗原市でそれぞれ2人など合わせて44人ですこのうち16人の感染経路が分かっていません 年代別で見ると最も多いのが20代で20人、次いで40代が6人、10歳未満と30代が4人となっています。県内では午後1時時点で472人が療養中で、入院が42人、宿泊療養が301人、自宅療養が66人、療養先調整中が63人となっています。 直近の感染者の状況このようになっています。増加傾向を続いています。月曜日今日は44人でした。感染確認が月曜日はまこれまで少ない傾向にあるという中で、月曜日として40人を超えるのは去年の8月30日以来となっています。